ネオストリームナイトは、ベイフムで毎週日曜深夜に放送されていた、ラジオ番組。1997年1月の時点では、金曜の27時 -29、00の枠で、放送。1997年10月頃、当時放送されていた深夜番組、ミュージックパルスが金曜日にも放送されることになった、ことと、日曜早朝番組であった。 エイジアンポップコネクションの枠移動に伴い26時29時の枠へ移動。約20分間のフロート番組を放送しながら、その間をパーソナリティのトークと音楽で翌朝まで繋いでいく。放送開始以前のこの時間帯は各局と同じくテクニカルメンテナンスの枠であった。その後は30から60分の番組を放送することで、 24時間放送を開始する。2019年3月10日の番組内で、同年3月をもって番組を終了することが発表された。事実上の後番組は、ザ・セレックとネダが、ノン・ DJ による音楽番組となる。内放されていた、ネクスト・パワー・ラジオは、モザイク・ナイト水曜日へ移行。ポンツカは単独番組へと移行し、残りの三十分は、シューマイが始まる。 タイムテーブルウェイバックマシン、ネオストリームナイト番組公式ツイッターの2019年3月11日のツイート2019年3月11日閲覧。ありがとうございます。